オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や、日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当は響先生です。 Bonjour à tous、 アンサンブル講師の響です。2020年が明け、早くも1月が終わろうとしています。あっという間に夏になり、オリンピックの時期がやってくるのでしょう。それに伴って人の移動が増えることも考えられますよね。皆さんも今年はどこかに旅行のご予定はありますか？旅行につきものなのが、特に日本とフランスのように長距離ともなれば時差ですよね。今はサマータイムではないので、日本とフランスの時差は8時間ですが、フランス語では時差のことを Le décalage horaire と言います。デカラージュという言葉は動詞デカレから来ていて、これはずらすという意味。例えば、On va décaler l'heure du rendez-vous。待ち合わせの時間をずらそうかというふうに使いますが、これが名詞になってデカラージュ、ずれという意味になるのです。また、時差ボケを表すちょうどいい単語はないのですが、同じ単語デキャレを人に対して受動態で使うことで、時差ボケの状態にあるという意味にすることができます。なので、自分が時差ボケになってしまった時は Je suis décalé と言えばいいのですね。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕響がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は、昨年12月よりレッスンを開始されたヴァンソン先生をご紹介します。では早速第1部を始めていきましょう。先日、日本で知り合ったフランス人の友達に2年ぶりに会いました。一度フランスに帰っていて、日本で働くためにまた戻ってきたのですが、会った時はまだ日本に着いたばかりで、時差ボケが抜けていなかったそう。確かに皆さんも身に覚えがあるかもしれませんが、日本からフランスに行くのよりもフランスから日本に戻ってくる時の方が時差ボケがひどくなりますよね。1日が8時間も短くなってしまうのだから当然かもしれません。僕も昔フランスから戻ってきた時の時差ボケが2週間くらい抜けない時がありました。さて、ではそんな時差ボケに苦しむ友人にどんな言葉をかけてあげたらいいでしょうか。良くなるといいねという意味で使える表現にこんなものがあります。J'espère que tu t'en sortiras. J'espère que tu t'en sortiras.J'espère que tu t'en sortiras. J'espère que はご存知の方も多いと思いますが、何々だといいなという意味で使いますね。後ろの tu t'en sortiras は見ての通り、動詞 sortir に再起代名詞 te をつけた形の未来形です。ただ気をつけてほしいのは、 sortir は自動詞出るではなく他動詞出すの意味で使われています。再起代名詞がついているということは、出すのは自分なので、ただ出るのではなく抜け出す、脱出するというニュアンスで使います。では sortir の前にある en は何かというと、これは中性代名詞の on
で、そこからという意味です。つまり、ここでは時差ボケの話をしているので、時差ボケからという意味になりますね。このように、基本動詞の sortir を他の単語と組み合わせ、sans sortir という形で使うだけで、辛い状況を切り抜ける、やり過ごすという意味で使うことができます。皆さんもぜひ、周りで何か悩んでいたり苦しんでいたりする人がいたら、J'espère que tu t'en sortiras と声をかけてあげてくださいね。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン、無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひ、アンサンブル・アン・フランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた。À bientôt! ひびき先生、ありがとうございました。アラカフェットは、日本最大のオンラインフランス語学校、アンサンブル・アン・フランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座、およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして番組の第2部は、アンサンブルスタッフのよしこがお届けします。今回は、昨年12月よりレッスンを開始されました。バンサン先生をご紹介します。アメリカやアイルランドなどの英語圏で長年生活された経験をお持ちのバンサン先生は、フランス語が母語であることに加え、英語もネイティブ並みに操ります。外国語を習得する苦労や、海外生活の大変さを熟知しておられ、異文化交流にも深い関心をお持ちのバンサン先生。とても優しく、落ち着いた雰囲気で、生徒の気持ちに寄り添うという姿勢が伺えるので、初めてのレッスンでも安心して受講することができます。生徒が言葉に詰まっても、辛抱強く待って、生徒自身に考えさせ、丁寧に根気強く指導してくださるので、学習のモチベーションが上がります。実際にご受講いただいた生徒様からは、親しみやすく変に緊張せず受講できた。クイズ形式の例文を多く出してくれて、記憶に残りやすいレッスン、といったお喜びの声をいただいております。フランス語の基礎を一通り学習された初級の終わりから中級以上の方におすすめです。ぜひ一度、バンサン先生のレッスンを受講してみてくださいね。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば、自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前、アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。